はい、皆様、おはようございます。でもこの動画を流すのは、多分こんにちはの時間帯なんで、こんにちは春でございます。今ですね、まだ9時回った頃なんですけれども、いやー、朝からお風呂入ろうと思ったら、水道管じゃないや、凍っててお風呂入れなくて今になっちゃいました。はい。でですね、今日の題名のですね、なんだ？ラムエア物語。ラムエア物語2ということでですね、これから動画を撮っていこうと思うんで、物語ですから、なんか物語がないとダメですよね。よいしょ。物語がないとダメですよね。で、いろいろ考えたんですけれども、これといって、なんだろうな、一人芝居もですね、限界があるんですよ。なかなかどうして。難しいってことになる。ただこれはですね、今日はね、ただ単にですね、温泉入ってる、朝風呂入ってる動画でもいいかなと思いまして。で、これからですね、こちらにこういっぱいこう、シャンプーかな。あれ？あれ？シャンプーがなら、あれ？なんで？シャンプーの中に、え？プライマー？なんじゃこれ？もしかして塗装する前に温めるっていうことなんですかね、これ。そういうことなんですかね。で、何？あとは何？これは何だ？クリア？なんでお風呂場にこんなのがあるのかしら。誰も用意してないのに。おかしいわねー。これも何？温めろ。これで終わり？あれ？ちょっと待って。ちょっと待って。ここになんかちらっと、何これ？あれ？なんだこれ？ボディペン？スズキ用 Z70 ってジムに行くのパールホワイトじゃんか。これも何？温めろって塗装する前に。ああ、そういうことなのかな。一人芝居もさっき飽きたって。飽きたわよ。これは偶然よ。ということでですね、はい、皆さん、こちらのものをですね、使いましてですね、こちらのものを使いまして、これから塗装入りたいと思います。はい、それでは皆様、これからジムニー君のラムエア塗装、ラムエア、塗装物語2です。今回始まります。お風呂場の中でスプレー抱えてるのって私初めて見たけどね。まあいいや。バイバイ。はい、それではですね、これからですね、こちらの温まった、スプレーですね。クリア、プライマーですね。で、あとは、この、ジムニーで使った余ってるパールホワイト。はい。こちらの方で塗っていきたいと思います。金ブラシでも、多分油分を落としたんで、これでですね、プライマーをまず使って塗っていきたいと思います。下地処理ですね。下地塗りです。では、いきます。これで少し放置ですね。はい、香りが来ました。よいしょ。香りが来まして、よいしょ。塗装の合間に、ヘッドランプと、ウインカーですね。あとは、後ろのこちらのパッドですかね。よいしょ。左右のこのパッドですね。パッドをつけました。まだ耳がついてます。こんなになってくるんですね。で、あとはですね、あとこちらのデカール類ですよね。ちょっと見えないんですけれども。あと ZZR のやつ、ステッカーもあるんですけれども、そちらはですね、また、
バイクにこれつけてから、せーの、よいしょ。つけてからですね、貼りたいと思います。はい、こんな感じでございます。こちらの取り付け動画はまた後で撮りますので、はい。10分ぐらい経ったんで、2度目の塗装です。3回目塗ろうと思うんですけれども、ツンツン。あ、もう乾いてますね。ツンツン。網の部分はもう乾いてるんで、これでまた少し放置して、最後はクリア塗って終わりです。はい、皆さん、これからですね、最後の仕上げの、クリア塗装を塗っていきたいと思います。今現状は、パールホワイトで塗った色がこんな感じです。まあこれ網ですから、多分クリア塗っても映像的にはわからないと思うんですけれども、まあ一応ですね、塗っていきます。こちらですね、クリア塗装です。はい。はい、これでですね、塗装終わりです。ちょっとこれで1日このまま放置するんで、置いときます。ということでですね、春の、とりあえず、今日はですね、ラムエア物語、2でございました。はい、皆さんこの塗装のところはどうでもよかったのかと思うマニアの方がいるとは思われますが、メインはこちらです。はい、それではまたです。バイバイ。春でした。